マネアマゴンザスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日裏側をお話してくださるのはこちら、七不思議のお二人です。よろしくお願いします。お願いします。ます七不思議の吉田モーモーです。お願いします。大神信です。よろしくお願いします。お願いします。モーモーさんのノブさんです。はい。太田プロさんからね、はい、いただきました。すいません。独立しました。いきなり放り込んでくるんですね。すごい僕ら今まだセンシティブなんで。対象ほやほやですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。はい、対象ほやほやの状態で、こちらにお邪魔するのをちょっとビビってた。はい、絶対、絶対。いろいろなんかね、でも、行ったり、まあまあまあ、すごいいい形でね、あの、あれだったので。今、階段業界ってめちゃくちゃ盛り上がってるじゃないですか。はい、その中で、はい、あの、お二人ってもともと芸人さんなわけじゃないですか、はいはい。芸人さんが怖い話をするっていうので、はい、なんていうんですか、その、面白くしようとか、はい、そういう感じじゃなく、やっぱりこう、どっちかっていうとマジコアな方で行くんですか、それとも、面白く落とす方に行くんですか、これ多分見てる人、七不思議さん、はい、あの、多分ね、見てる層が全然違うんで、まあ、普段見てる人だったら、ね、まあ、あの、なんていうんですか、あの、わかると思うんですけど、はい、知らない人にとっては、あれ、どういう芸風でどういう怖い話になってるの、はい、っていうふうに思うと思うんですけど、お二人のやり方というか、はい、あの、としてはどっちに、ね、笑かす方なんですか、こう、マジで怖い方を追求する感じなんですか。僕らは、あの、何年か怖い話やってきまして、気づいたことがありまして、怖い話を好きな層って一定数なんですよ。でも YouTube をやっていくにあたって、あの、窓口広くしないとダメだなってことを気づきまして、はい、だから、その怖い話でめちゃくちゃ怖がらせるというよりも、合間に漫才のノリで、ちょいちょい、はい、笑い挟んでいくようなスタイルではありますね。じゃあもう本当に、芸人としてのこう、はい、部分と、怖い話、怪談師としての部分がうまくミックスされてる感じ。してるつもりです、うん。はい、自分たちでは。でも、お二人は、はい、どうやって怖い話を収集されてるんですか？その、自分の体験もあると思います。でも、はい、その多分、怪談師の方いろいろ集めたりするじゃないですか。はい、どういうところからこう、話が来たりするの？基本的には、もともとは僕は実体験ベースで話したんですけど、やっぱ実体験ってそんな頻繁に起きるもんじゃないので、まあやっぱりその投稿フォームを作りまして、そこに視聴者さんからこう投稿いただく階段を集めて、で、気になったものは直接コンタクト取って深掘りしていくっていうのがまあ一つ。で、あとはやっぱり怖い話って、怖い話ないって知り合いに聞いた時、言えないないないって言うんですよ。でも、しつこく聞いてたら、一個あるんですよ。で、その一個がめちゃくちゃ怖いパターンが多いんで。本人があんまり思ってなかったですよね。そうなんですよ。そういう部分で収集はしてますね、うん。はい。お二人ともなんか得意分野っていうのはあるんですか？怖い話の。そうですね。はい、まあ分野で言うと、まあ僕は全く心霊体験がないんですよ。はいはい、心霊体験がないからこそ、でも霊に対するこうなんじゃないかみたいな。で、彼は霊体験があるんですね。はい。だから僕はないなりに、その投稿されたものを自分なりで分かんない、なんて言うんですかね、漢字とかも好きなんです。はいはい、土地とか地名とかも好きなんですよ、はい。で、未確認動物とかも好きなんですよ、はいはい。この辺は自分が昔からオカルトが好きで調べてきたことだったりするんで、うん、そういう部分をこう発信したりはしています。うん、ということで今日はモーモーさんがね、なかなかエグいお話を仕入れてきてくださったんで、はい、もうこのチャンネルにもね、ぴったりなお話。だと思うんで、皆さん、漫画娯楽で連載されていたガンニバルって覚えてますか？すごい映画にもなってますね。僕、あの漫画始まった時に、また田舎の警察漫画かな、なんて最初思ってたんですけど、読み進めていくうちになかなかエグい展開になるじゃないですか。まさに、あんなような地方のとある村で起きた残虐な殺人事件のお話ということで、今回は、モーモーさんが仕入れたリアルガンニバル話をね、はい、ちょっと皆さんにお届けしようと思います。よろしくお願いします。さてて、どういうお話でしょうか？これがですね、いろいろ投稿とかいただく中でも、事件に関するお話っていうのをいただくことがあるんですよ。うん、で、っていうのが、実際事件を取材された方がいらっしゃいまして、昭和の1980年代に起こった、ある地方での、その集落ですね。もう本当狭いコミュニティの中で起こった未解決事件の闇のようなものを僕に教えてくださったんです。それというのが1980年代に、とある雪深い町ですね。で、このところ、地域っていうのがですね、今でも豪雪地帯になって
まして、まあ、5メートルぐらい雪が積もってしまうと。まあ、そうなってしまうと、まあ、周囲の人も入ることができないような、もう閉鎖された空間になってしまう。で、地域とかその縁故とか血縁がすごく強いために、よそ者を入ってくるのすごく嫌うと。コミュニティがすごく狭いところであると。で、この事件があった場所の近くにですね、平家の落人伝説で有名な施設がとりあえず一つあるらしいです。だから観光する方っていうのはほとんど、この場所の近くに行くには、その落人伝説の有名なところを見に行こうって行くだけで、この集落の存在すら知らないような場所らしいんですね。で、この場所で1980年代に、町とかその村のね、有力な、とある一人の50代の人物というのが、2階建ての家屋で一人暮らしされてたらしいんですけど、2階建ての2階の自分が敷いていた布団の上で一人で亡くなっているのが見つかったそうなんですよ。で、わ、このね、町の中でも、あの人が亡くなったんだっていうことで、気づいたのが、その隣に住んでいる方らしいんですよ。で、その隣の方っていうのは、前日にその亡くなった方と二人でお酒をこの家で飲んでいたらしいんですね。で、二人で飲んでいて、まあいい頃合いになったから私帰りますねって言って帰ったと。で、翌朝になっても、いつものように雨戸が開いてない、雨戸が閉まってる。夜になっても雨戸が閉まってる。あれこれおかしいんじゃないかって言って、まあ中に入ってみたところ、その方が亡くなっていた。当然その第一発見者っていうのがもちろん疑われるわけなんですけど、いろいろ調べた結果そうじゃないところが分かった。で、その警察が入ってみていろいろ調べた結果、結構異様だったのが、その亡くなった方っていうのが、先ほど言ったように布団の上で亡くなっていたんですけど、シーツとか乱れた形跡がないと。乱れた形跡はないし、金品とかが奪われた跡もないんですよ。物取りでもない。だけど、殺されたっていうのはわかる。なんでかっていうと、側頭部。後頭部から側頭部にかけて何かで殴打されたような跡があったらしいんですね。そして布団に、仰向けの状態で倒れていた。そしてその布団の周り畳だったそうなんですけど、その畳のところにどうやら20人分の足跡があったそうなんですよ。誰か20人の人間が入ってきて物は奪わずにこの男性だけを殺し立ち去ったんじゃないかっていうことと、まあ、必死に調べるわけです。で、その120ぐらいしか、まあ、その家庭がない村の中で、70人の警察、70人体制でいろいろ調べたらしいんですけど、先ほど言ったように結びつきとか、なんか、遅延、血縁がすごく強いので、これに関しても、本家、分家の人間合わせて、話、口を割らないらしいんですね。そのあたりが完全にガンニバルですよね。そうなんです。聞こうとしても、いや、知らないと。言わないんですって。はい、で、これどうしたもんかなと思って、もう捜査が行き詰まっていたところに、30代の女性が一人やってきたと。で、この女性というのは、この集落の隣に村がありまして、その村から嫁いできた女性の方らしいんですよ。で、嫁いできたはいいものの、まあ、ちょっとこの村とあまり合わないと自分が。で、自分の旦那も浮気してると。で、もう、いろいろ協議した結果、もう、近頃というか、今後離婚することが決まったので、私が知ってることを、今ちょっと洗いざらい言わせてもらいますと。だけど、一つだけ条件がありますって、その女性が言ったのが、私が今ここに来てるってことは、言わないでください。免許の更新っていう口実で来てるんで、バレると偉いことになるんで、勘弁してくださいみたいな。それぐらい言わないと、免許の更新とかじゃないと外出れないってやばいみたいですね。だから。80年代ってそこそこ今に近いですよ。はい。まあ今のね、令和の方とかにはね、わかんないと思いますけど、はい、80年代それなりに発達してましたからね。だから、警察だってちゃんと機能してる時代ですからね。そうですよね、はい。ちゃんと悪いことしたら捕まる時代ですから。はい。一応それを前提でね。はい。だから多分、なんていうんですかね、昔、なんか隣の村から来てる嫁だから、なんか言うこともちゃんと聞かなきゃいけないとか、そういう時代もすごくあったと思うんですよね。だからまあ、その勝手な理由で外に出ちゃダメだよみたいなのを破ってまで私は来ました。そしてその女性が言った内容っていうのが、その殺されたその男性というのがですね、まあ要は、本家の後取りの人間だったそうなんですね。で、この人間というのがですね、まあでも、本家の後取りとはいえ、詳細に恵まれていたわけでもないらしいんですよ。まあまあ、金とか、そういう資産とかを食い潰すような人間で、本家分家の人間からしてみたら、ちょっと鼻つまみ物扱いだったらしいんですよ。で、12年前に離婚していて、一人暮らしでその家でずっと暮らしておりまして、
冬とかそういう時期になると隣の県まで行って反物などを売っていたそうなんです。うん、行商人やってたんですよね、うん。それでお盆の時期になると戻ってきてる、うん。で、本家の主のような役割を果たすために一応夏の時期、お盆の時期だけは戻ってくる。その戻ってきた時期に要は殺されたっていうことなんですけども、うん、で、その人物っていうのがもうものすごくね、村で浮いてたらしいんですね。うん、いつも常日頃から紫のスーツ着てたらしいんですよ。で、小ネクタイだったらしいんですよ。おお、キャラクター強いじゃないですか。え、待ってください、コナン君ですか？見た目は子供みたいな雰囲気全くないんですよ。ただのおっさんなんですけど、そういうようないでたちで、まあ、村をもうフラフラしとると、はい。で、これが良くなかったのが、女癖めちゃめちゃ悪かったらしいんですね。はあはあ、で、まあ女性と見るや、まあその、人妻であろうが何だろうが、とりあえず声かけちゃうんですって。はあ、で、その頃だったらちょっと珍しいんでしょう。調理師免許男子だけで持ってたらしいんですね。うん、で、自宅で料理教室などを開きますって言って、女の人に声かけて、まあ、うちで今度料理教室あるんで、おいでよって言って、山菜取りに行こうとか、そういう口実を言いながら、この山でいたしてしまったりとかっていうのを繰り返してたらしいんですよ。で、どうやら、この密告に来た女性っていうのも、その関係にあったそうなんですね。旦那も不倫してるけど、私もまあこういうこともしてしまって、その男性からいろいろ聞いたこととかもあると。で、まあ私もまあ隣の村戻るから、ちょっと今日伝えに来ましたみたいなところもあったそうなんですけど、うん、まあそんなような、まあちょっと放蕩息子のような男性だったと、うん。で、この男性っていうのを本家分家の人間っていうのは、その、家計というか、家の恥をさらすような人間で、資産を残すような人間でもないと。何とかして誰かが制裁を加えなければならないっていうところまで、話が、上がっていたそうなんですね。はいはいはい、だけど、表立って反抗するわけにはいかない。じゃあ、どうしようってなった時に、その殺された男性の民家の隣の人間が最近、一番最初に発見したって言いましたけど、その、まあ、両隣ですからね。その、反対側の隣には、今もあるんですよ。江戸時代からある、かやぶき屋根の民族資料館と呼ばれるものがあるんですね。これ今でも現存しておりまして、その村で、例えば信仰されている神様、木彫りの神様であったりを祀ったりしている民族資料館なんですけど、ここで毎年若者宿と呼ばれる、イベントが行われるらしいんです。夏になると。で、これどういうことかっていうと、周辺にいる、例えば二十歳ぐらいになったら、その若者宿に必ず参加すると。で、そこで、まあこれも昭和だからなんでしょうかね。なんかその、年上が年下に性行為とかを教えたりするような、なんか文化みたいなのがあったそうなんですよ。ちょっと花園メリーゴーランドの話になってきましたね、今度は。でも漫画のテイストが変わってきましたから。ガニバル一瞬コナン君挟んでから、花園メリーゴーランドが。3作目出てきちゃった、はい。そうなんです。だからそういうような若者宿っていうのが毎月あって、その男性が殺されたとしてもその若者宿が開かれていたと。で、その若者宿には今年何人集まっていたかっていうと、20人の男性が集まっていたそうなんですね。で、その若者宿が開かれたのが、この男性が殺される前日からその若者宿っていうのは始まっていたそうなんですよ。うん、で、その密告した女性が言うには、何とかしてあの男を葬らなければいけないって言ってた男性が確実にこの村にはいると。うん、そして殺された前日にその若者宿があった、うん。で、その若者宿には20人の男が集まっていた。うん、殺された男性の布団の周りには20人分の誰かの足跡が残っていた、うん、というところから多分何とかしなきゃいけないと思った人間が実行してしまったんじゃないかと私は思いますっていう情報を提供してその女性は、まあ、去っていったそうなんですよ。で、まあこれが逆恨みの可能性もあるじゃないですか、この状況っていうか話っていうか、まあまあそうですね、はい、適当になんかこう吹いたんじゃないかっていうところ、まあ、女の人もほら不倫関係じゃないですか、そうなんですよね、うん、だからなんかそういうなんか適当なこと言ってんじゃないかとかいろいろ調べてまたそういう聞き込み当たるわけですけど、先ほど言ったように口を割ってくれないから結局事実関係っていうのがわからないわけ、ただ結局一人の方が亡くなったっていう事実しか残ってない、うん、でこの事件は結局未解決になってしまうんですよ、はい、犯人が見つからずに。皆さんでもちょっと考えてみてください。うちの番組でも以前扱った
和歌山カレー事件の時、現代の集落においてでさえ、地域住人の、まあ、証言というものはすごく重視されるわけですね。それが、全く協力が得られないとなった場合、警察の捜査は確実に行き詰まります。特に今みたくね、科学捜査がここまで、進んでいる時代じゃないですからね。そうですね。そういうことも、まあ、あるでしょうと、はい、いうことでございます。はい、じゃあ続きまして。で、そうなってしまった時にこれからどうしようってなって、まあ結局未解決事件という着地になってしまったんですけれども、それでも刑事さんの中では、まあ地道になんとなくその事件を追ってる方もいらっしゃったそうなんですね。そしてこの事件があってから半年後経った時に、とある一人の刑事さんが、先ほども言いました、その民族資料館にですね、うん、何かここにヒントがあるんじゃないかっていうところで足を運んだそうなんですよ。で、展示されているもの、先ほども言いました、町で祀られている神様とかが、まあ、ショーケースのようなものに入っていて、まあ、展示されていたりとか、うん、まあ、いろんな書物みたいなものがショーケースに入って展示されている。うん、まあ、それを眺めているときに、一つの先ほど言った、町で祀られている木彫りの像っていうのをいろんな角度から眺めていて、ん?って思ったらしいんですね。っていうのは、あれ?この木彫りの像って前見た時にこんな跡あったっけ?跡っていうか、この、どうやら血痕のようなものが、木彫りの像のですね、一部分に見受けられたそうなんですよ。で、推理というか、ここからも本当その刑事の方の推測、憶測なんですけれども、20人の人間で、まあ、酔っ払っていたその男性っていうのを無理やり夜押し入って、立たせて、身動きできないようにさせて、その村の神様と呼ばれる、何々様と呼ばれている像なんですけど、その木の像、まあ、でも形的に殴りやすいそうなんですよ。それを持って、その男性を、が思いっきり殴打して倒れたから。だから男性は暴れることもなく、シーツも乱れることもなく、そして足跡だけがどうやら残っていたんじゃないかっていうところなんですよ。で、まあ当然この血痕の部分を調べれば事件はもちろん解決するじゃないかっていうところじゃないですか。で、当然調べたいと思ったから、この部分のところが気になるから調べたいということを申し出たそうなんですけど、その民族資料館の館長というか責任者である人物というのが、この殺された男性と、まあ、ちょっと関係が近しい、本家の人間だったそうなんですね。うん、なので、調べさせたくなかったんでしょう。うん、ダメだって言われたそうなんですよ。うん、見せないと、うん。で、これっていうのは、あなたからしたらただの木彫りの像に見えるかもしれないと。だけど、この像っていうのは、こうやってショーケースの中に入れてディスプレイしてることで村を守ってるって意味合いがあるんだと。これを出して村に何か災いが起こったらあんたは責任取れるのか。で、そしてこの像っていうのがですね、国指定の有形民族文化財っていうものに指定されているものらしいんですね。だから、まあそういうので調べさせることはみたいな強引に突っぱねられてしまって調べることは結局できずに、謎だけが残ったままになってるんですけど、もしかしたらそれを使って人を殺めたんじゃないかという像がある、そんな民族資料館が日本にありますっていうお話でございました。最後の方が完全に仲間行きやに見えましたよね。トリックじゃないですか。分かっちゃったんですけど、阿部寛です。展開なんとか様とかいう、ね、像が あるところとか、完全にトリックに出てくる謎の中です。でもね、そう、何々様があるところなんですよ。はい、我々からするとね、ちょっと裏社会ジャーニー的な切り口で言うとね、刑事さんが任意で、聴取するの無理だから、裁判所になんか、ちゃんと令状を取りに行けばいいのにとか思っちゃうんですけど、そういう話じゃないんでしょうね、きっとね。多分、それに足るだけの証拠は多分、今の話だとないですもんね。まあ難しいですし、まあこういうことにそういう突っ込み入れるのも野暮な話です。だって伝聞ですからね。そうです。だって、ももさんだってそれ直接聞いてたり、直接見てたらもっと調べるじゃないですか。もちろんもちろんそうです。で、僕思ったのは、血じゃなくてもしかしたら、大田君なんか凹んでるとかかもしれない。それが、まあ、ねじ曲がって伝わってるのかもしれない。わかんないです。なるほど。血だったらさすがにわかるし、何より拭き取ると思うんですよ。ああ、そうですね。うん。なんかちょっと凹んでるなーとか、そういうのとか、もしくは、ちょっと蝶ネクタイの跡がついてたとか。はい。なんかそういうふうに。いやいやいや、つきます？この蝶ネクタイの跡って。インクでもつけてなかったって。いや、なんかほら、コナン君みたいに、なんか
声変えながら、声変えながらやってます、俺を使って叩けとか。いやいや、1980年代ですよ、これ。そう、でもね、これ、今でも、はい、その、場所であったりとか、固有名詞とか NG っていうのは、はい、現場に一族の方が今でも。ああ、めちゃくちゃ苦笑祭に出てるじゃないですか。いや、めちゃ出てますよ。だって、もう、ちょっと、わかりやすく言ってますけど、ものすごく、ありますから。これ、ちょっとここで読んでもいいでしょうね。はい。男性、捨ててこ姿の浴衣ですね。で、しかも、左耳の後ろからですね。はい。出血してるってことは、後頭部、側頭部と後頭部の間ぐらいを殴られてる可能性がありますね、という。そうですね。今、ももさん、だいぶ話しやすく、デフォルメしてくれてるだけで、はい、実在の事件というのは、かなり詳細にね、教えていただいてる状態なんですよ。なるほど。はい。これ、どうなんですか、この手の未解決、村にまつわる未解決事件って、不謹慎だけど、ちょっとこっちワクワクするじゃないですか。正直。そうですね。地方飲酒物ってやっぱり、すごいこう、グッとくるところがあるんですけど、はい、今のその怪談業界で、やっぱこういうのって、怪談ブームになって、はい、その変な話、掘り起こされてくるわけじゃないですか。今まで語られることなかったの。うん、インターネットを介して、ネットメールを通してね、SNS を介して送られてくるじゃないですか。はい、そういうの知ったときに、どう思うんですか、やっぱこんなの日本にあるんだとか、思っちゃいます。もうリアルに僕もいただくことあるんですけど、なんかこの今の現代のこの生活に慣れてるんで、その来る話で、その飲酒とかがあったら、うん、ま、マジであんねやと思っちゃいますね、やっぱり。さっきも軽く飛ばしましたけど、はい、男20人で性教育の話とか、ちょっと聞くと、なんか、うん、まあでも、変な話、あれですよ、はい。それに近いものとかはあるわけじゃないですか。はい、ちゃんとしたね、形でも。うん、例えば、その、町内会の夏のお泊まり会とか、うん、そういう時になんか、大体ちょっとその、いろんな地域の、ちょっとあそこ悪いよの話とか、あそこお前ら行くなよと、うん、来年小学校高学年になるけど、うん、そういうとこ行くなとか教えてくれるみたいなのが、はい、俺の友達だったね、町とかも大体あったりするわけですよ。はい、それのもっとドロドロした版だと思うと、うん、まあなくはないんだろうな、みたいにちょっと思っちゃったりもしますね。実際になんかその、年長者が、その性行為のやり方みたいなのを教えるっていうのは昔から結構あったみたいですよね、本当に。だからそれが昭和の時代に息づいてて、それが残っててっていうのが、なんか普通になんかまかり通っていた世の中だったみたいなところなようですけど。女性の方からいただいた別のお話だと、まあ、これも地方ですけど、まあ、自分に子供が、女の子しかできなくて、まあ、ママや、姑さんが男の子がどうやら欲しかったようで、家を建ててあげるって言って、建てられた家の屋根裏に、日本人形が逆さになって縛り付けられてたってお話があるんですよ。怖っ。しかもその、建ててもらった家の柱が3分の2が坂柱って言って、本来樹木が立つ位置と反対に建てる、家運を最低に下げるって言われてる建て方の家を当てがわれて、住んで体調を崩して調べてみたら、ほとんど坂柱な上に、その柱に屋根裏調べたら、坂柱の柱、20何本あったらしいんですけど、20何本全部に逆さにされた日本人形の女の子が、祝いつけられてたっていう話ありました。工務店さんも嫌でしょうね。酒柱でなんか作ってって言われて、マジっすか奥さん。奥様マジですかこの家やばとかって絶対なってたと思うんですよ。すよ、しかもそういう大奥様的な人だから、多分ですけど、自分で酒柱にくくりつけないじゃないですか。もちろん。工務店の人とかにやらすわけじゃないですか。これがそうなんですよ。だから、なんでそれができたかっていうと、その、作ってたところが網元なんですね、地元の。で、作らせたのが網子なんですよ。船を持ってたりとかね、漁業経営者であったりとか、その手足となって働くのは網子っていう存在だったりするのをうまくというか、で、まぁ、ちょっとこの今、ざっと喋りましたけど、本当は30分ぐらいの話なんで、ダイジェストで言っちゃってますけど、そんなような状況もうまく使って、自分のところに来た嫁を配達しようとしたっていう気持ち悪いおばあちゃんのお話だったんですけど、今のは。いい話じゃないですか、それ。
あ、すいません。僕の好みが出てしまいました。爪痕残そうと急に駆け足で、エピソード1個雑に話し出したんでびっくりしてます。いや、そう、だからもう、それぐらいしかないなと思ったから。いや、いい話ですよ。面白いですよね。すごいいいです。僕は結構でもそういう村の変な気持ち悪いとか大好きなんで。はい。ということで、今回実は、七不思議のお二人の、YouTube チャンネルとコラボでございます。はい。はい。僕も、そちらの方で、はい。お邪魔してですね。はい。ありがとうございます。お話をしようと思うんですが、はい、チャンネル名をお願いいたします。はい、こちら不思議ミステリークラブといいまして、都市伝説とか、事件系のお話をさせていただいているチャンネルの方にお越しいただいておりますので、はい、そちらの方ぜひご覧ください。はい、丸山ゴンザレスです。現在 DMM オンラインサロンで丸山ゴンザレスクラブやっております。そちらではですね、我々の仲間を募集してますんで、皆さんぜひご参加ください。YouTube では流せない裏ビデオだったりとか、それから、まあ、新しいアイテムの企画だったりとか、それから交流する、まあ、生配信、それからオフラインイベントなんかもいろいろ企画しておりますんで、ふるってご参加ください。